どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト7実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでですね、さあここはなんだろう、これがわからんのだが、これなんか取り忘れてんのかな。これ石板がこうなるんだね。これなんだ、これどこ行った、どこ行った、どこ行った。盗賊の鍵ではないのか。これなんだろう、これなんだろう、どっかで取り忘れてるとかあるのかな。ちょっとわかんないから、まあいいや、ちょっと一旦ね、わかるところだけをやっていこう。わからないのは仕方ない。どっかに取り忘れてる可能性も MP、 また寝るところ、いやまあいいか、いいか、よし行こう。まあ、多分現代にお戻りになられると思うんですよ。これさ、ほんとさ、何回も言うけどささあ、いた、ヨガウォッチこれ元どんなやつだったんだろう。こんなに妖怪ウォッチ感出してるけど元どんなんだったんだろう気づいていない、行こう、行きます。82、あ、ブーメラン、まあいいや、行こう。ここだから最後はここなんだよね、確かね。そうだよね、なんもないな。まあイベント始まるんだろうな多分ね。でもって場所がどこ行くんだっけ、待って、違う、ねあれどこ行くんだっけ、城だったっけ、城じゃねえな、あれこれどこだったっけ、なんか川かなんか一回行くんだっけ、あのあいつ男のとこ行くんだっけ。メラミ強い。37、失敗した。もうなんか溜めてる、強い。63、いいね。魔女っ子マリベル、多分こっちに、ここか、ここ先に行く。今それとも現代戻んだったっけな。あ、行けた。さあ、あれ何にもない。これさ、あー、こっちがなんかあるな。え、あれどこだろう、ん、あれここなんかなかったっけ、あれあれ今のとこだよね。待って、他にどっかあるのか。あれ上になんかある、ないよね。あれどこだ、なんかさ、あれ待って、現代戻んのかこれちょっと待って、いやあれ俺なんか忘れてんのかな。待って、あれか、もしかしたらまだやれてないこといっぱいある。あれない、あれこれでいたよね、とここら辺に。あれあれ、もしかしてあれか。すいません、今回は相当な迷子感になるかもしれないじゃあ、ちょっと待って、あれかな、現代に戻るのか。じゃあ戻らない、まだ戻んないでしょこれ。もう一回戻んのかな。ここにさ、あれまた違う、あれなんかの砂漠の守りあったじゃん、あれをもう一回なんかつかなきゃいけないんだっけ。ごめんなさい、ちょっと今回だけではちょっと迷子感になりそうな気が。戻んのかなこれで。砂漠のさ、お守りあったじゃん、あれ使うのかな。すいません、ちょっと私ちょっと忘れているかもやしれません。違うな、これか、耳してます、それだけそんだけかい。あ、守りの種あった。ばあさんとこ行くのかな、なんかそんだけはちょっとしない、上か、あ、違う、何にもない。あればあさんに見せるのかな。そう、俺一個だけねちょっと感じ思ったんだけど、ばあさんとこ行ってねえなってちょっと思ったの、上の見せます。それ本物回転の国からお迎えの鳥が来る
まで見ることないと思っていたよ。え、待って、ちょっと待って、こればあさんじゃねえのかな。行こう、じゃあ行こう。これ何もなかったらちょっとごめん、すいません、迷子会に見せます。そろそろこのままに、私できることといったら、お料理、お炊事、お洗濯、いらない、なんだ、休みます。 OK、 待て、休みます。 OK、 あれ現代に戻んのかな、戻んのかな、一回じゃ戻るか、先じゃあ。これ終わったら戻ろう。これが意味あんじゃねえのかなと思うんだけど、見せます。そうですか、あなた方が、夫がこれを、そうだわ、砂漠のために古い板を教えてします。力強き者それは獅子、長く生きる者それは亀、針でもいずれ族長となる身、まこと強い獅子は弱い動物には驚くほど優しいものです。あの子も強さだけだけ優しく、うまあれ、戻っか、現代戻ろう。ちょっと現代にちょっと戻っていくばいいのか、ちょっと待ってね、なんもないね。ハディードどこ行った？全部は喋ったもんね。じゃあちょっと一回ハディード、もう一回戻るか、うーん、見たもんね。じゃあもう一回戻ろう、じゃあ。あ、いた！いた！いや、さっきが戻ってさ、いや、もう一回いなかったの。で、もう一回戻ってさ、かわいいな。違う、もう一回戻って、でも、なんだっけ、札全員もう一回見せてもらったら、宿屋のやつ？いや、なんか見せてなかったことに、なんだ、もう、妖怪よっち。だったから、もう一回戻って、で、これいなかったら、現代も行こうかなと思ったら、いた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 、始まった始まった。なんか覚えたぞ。ガボがなんか覚えたぞ。また強さ。ガボ。ポイズンダガー覚えた？なんかそんな気がする。違うのかな？いや。いやー、やっと来て。いやー、これいなかったら現代行くはずだったから。え？あ、いた。あったな、こんなシーン。こんなシーンあったな。3D やつ、こんな感じなのね。なんかもっとピョンピョンって感じだったような気がするけど。いない、メガネ出せえな、ひどいものだ、魚一匹見当たらない、いくらティラノスといえどもこれではきっと生きてはいけない。入り方がお前たち残念ながらナイラにはティラノスどころか魚さえいない、すでに滅びたか、この濁った川を離れてどこか他の場所へ移り住んだか。お前たち旅人だったな、ティラノスらしき竜の噂をどこかで聞いたことはないか。確か死に絶えたとしても、あの見事な金色の角はきっと人々の目に引くはず。まあいい、俺はまだ諦めていない。じゃあな、どこ行くんだ。まあもう場所は分かってます。いや、長かった、ここ何気に10分ぐらいやったんだけど。いや、マジでマジでマジで結構マジで、まあ、よかった、やっと行ける。待って、行こう。でもってね、どうするから、このまま一回戻って、すげえ襲ってくる。待って、マリベルがさ、あと何回やろうかな。どうだ、また一緒行こう。さあ戻って、どこだったっけ、場所忘れちゃったな。もう一回ちょっとこれ話をすれば、どんなヒントくれんの。北西の島、その向こうに現れた島、金ピカニの光が見えると聞いたぞ。お、なるほどね。一応ここまで教えてくれんだね。すげえ、ほぼほぼ答えじゃねえかっていう。ヒントでもなんでも、まあいいや。根持って、あそこなんだったっけな、あそこ。待って、呪文でルーラでダーマ、どこだっけあれ、援護、待って、ちょっと待った、場所的にルーラ、フィッシュベイでいいか、
結構頑張った、声をガラして10分ぐらい頑張った、そう戻るのかいとか言ったけど戻らんでよかった。全員にあのお札を見せなきゃいけないんだね。こっちか、どこっちだっけ。乗ります。でこっち、どこだ、上の方か。違うんだ、あれ何だったっけな、あのユバールの民のとこだったよね。ユバールの民だから出てこねえんじゃね、もしかして。 OK 行こう。いいねいいね、強くなってきたね。なんかもうちょっと強い盾かなんか欲しいんだけどね。でこっち行って、あれユバールのとこどこだっけ、これ違うのか、この大陸のどっかだと思うんだけど忘れちった。下じゃないよね、北って言ってたから、まあまあ多分こっちで合っとるんじゃろうが、これなんだ、ここあー宝箱ある、なにこれ、星のかけら、なんか謎のアイテムをもう忘れちまったんだが、星のかけらだって。星のかけらってさ、渡す、持ってんな持ってたね、持ってるやないかい。それで持ってました、乗ります。あれどこだったっけな、上の方、多分ここら辺だよね、多分ね、多分ここら辺に、いいえ多分もうここら辺で、ちょーここだよね多分ね、あとここだここだ多分、多分ここら辺、違う、多分ここだよね、間違いないよね。ちょっと待った、歩いて行っていいっすか歩いて、違う、大陸がどっちだかわからんかったんじゃ。ここでね、これ湯があるんだよね、あった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 、ちょっとめんどくせえ回り方。じゃだってルーラできないでしょ、できないよね、できたっけ、ルーラ多分できないと思うんだ。さあここだ、オッケーオッケーオッケー、見つけた見つけた、あれだあれだ、下にはいけないんだよね。でもここにもさ石板あるんだよね、石板、石板があったから取りたいところではあるんですけど、最後今回はゾウまでいけんのかな。さあ来た、いくら芝居でのこの骨のことはわからん、いや今まで発掘した壺にせよか、え刀に、え刀にせよ、本当の姿はよわからん、とんでもない勘違いをしていたとしてもわしには何もわからん、間違えていることさえ、もしももしもわしがこの骨と同じ時代に生きていたとしたら、壺も刀も古文書も不思議な骨さえも一目で真実の姿だとわかるだろうに。なんか言ってる、もちろんもちろん、はるか昔に行くことが、すげえな、こんなことなかったよね、ハゲとるやないかちょちょ聞いてくれ、持ち帰っていいのかな、行くぞ、この骨について知りたい、ふむ、良い心掛けじゃ、この頭の骨の大きさ踊るだろう、じゃが全身はこんなものではない、4人の大人が背中の上を寝転がられるほどの図体をしておる、していたはずじゃ、周りからごめん、ちょっと口内ができちゃったぞ、また噛んじゃったのかもうまた話しゃべりだ、ごめんなさい、周りから魚や水草の化石も出ている、出ておる、こいつは水の中で生きていたらしい、魚の種類からするとおそらく海ではなく川に住んでいたのではないか、そう感じる、そう感じなことを忘れてはならん、化石の頭2本の角を見るのじゃ、夕暮れの時を越え輝く黄金の角、ああ悠久とは長い間のことじゃよ、黄色の角もその意味きもなきっと恐れ敬われていたのではなかろうか、口回れ、オッケー持って帰ろう、オッケー話すので、過去の砂漠のことをできることを学者に説明した、それでこの骨が必要かと知れんだと、貸してくれじゃと、何を寝ぼけたこと、もう過去の世界で必要か、お前たち時間を行き来できるのか、すごいすごい、ならその証拠を見ててみろ、これ何ないじゃろう、子供どもは騙され、
どうせ化石を騙し取って金持ちにも売りつけるつもりじゃろうが。その手は食わんぞ。さあ帰った帰った。待って、あれなんだろう、どうしたらいいんだこれ。通さない。ここにもあるんだよね、石板1個ね。頭に金色の角を持った大きな生き物の化石だ。います。ほら触らずいただろう。待って、これなんだろうな、お金渡すんだっけ。ん、めめなんだこれ。あ、なんかまたあった。どうした、まだ何か用か、それとも証拠を持ってきたでもいいのか。砂漠の守りを、あーなるほど、これで砂漠の守りがつながるのか。なんじゃそれは、まさか。そうだ、あのかけらと同じ模様、つまりはこれは円形のではなく皿ではなく、そうか、ならばこれも、いや、となると、いや、さすが、お、なんということか、これまでの仮説が、いや、だがこれでは踏む。ん、忘れろと、お前たち、そいつをどこで手に入れた。青さん、考古学者にこれまでのことを説明した。さっき言ったよね。さっき言ったやないか。確かにこの模様は遥か古代のもの。しかし最高新しい。時間を超えて、いや、そうとも考えな、それ、うん、そうとでも考えなければ説明はつかん。信じられない話だが、信じてみたくなってきたぞ。さあ来ました。この学者さんなんか可愛いんじゃなかったっけ。なんかあったよね。行きましょう。おっと、どこに入れたん、こんななんだ。右目だけメガネみたいなのつけてんのか。ちっちゃくなった。じゃあ、でかくなっちゃったんじゃなくて、ちっちゃくなっちゃった。オッケー。さあ、考古学者が仲間に加わった。さあ、行きましょう。まず、なんか城かなんか行くんじゃなかったっけ。ね、確かそうだよね。最高。まあ、この面白いエピソードの一個だよね。過去と未来とかさ、いけるわけだから、未来はないか、過去にいけるからこそのこのなんつうの、面白いイベントだよね。さあ行きます。さあこれがどこに、こっちいいのか。あ、待った、青さんで考古学者を連れ神殿へと向かった。あれ、一緒に行くのはないんだ。あ、神殿だ。お、すげえ喜んでる。そうか、知らなかったのか。そっかそっか、テンション上がってる。可愛いやないか。考古学者は神殿に着くと子供のように喜び、隅々を見て回った。神殿に張り付いて離れようとしない考古学者だ。なだめすかし。そして彼ら再び遠い過去の世界へと封印された砂漠への旅立った。可愛いらしいやつな。これ可愛いよね、結構ね、ここはね。おお、砂漠、海の真ん中の島にいたはずでは。しかしこんな地形は聞いたこともない。するとやはりここは遥か古の世界だと。狼を感謝しますぞ。さあ遺跡はどっちだ、早く連れてってくれ。どこに行くんだっけ、城じゃなかったっけ。こうイベントなんだね、動かなくていいんだね。本当じゃ完全な姿のままじゃ。この様式はするとこの時代は、あれは犬だったら尻尾振ってるよね多分。うむ、ま、まさかあれは何がありましたか。玉座だ、玉座。おお、可愛いじゃねえか。学者、俺の仲間になれよ。素晴らしい、まさかこの目で狼を。行くの、敵がいるよ。学者ちゃん大丈夫。ブツブツ、あの碑文から見てもつまり祭りのブツブツとすると、なんじゃお前らまだおったのか。わしゃ忙しい、話は後だ。あと、骨らが簡単でいい。この大発見に比べたらどうでもいいわい。ひどい。これをじゃあ持っていけば量にかなるってことなんじゃないのか。いや、あの学者いいよね。あれまだ後日なんじゃないけど、ちょっとなんかまたあるんだよね。ちょっとあるんだよね。
それがまたちょっと面白いんだ。なんか喧嘩してんだっけ、なんかどっかで喧嘩したよね。あれがまた可愛いんだ俺。さあ行きます。ちょ待って、先に渡すのかな。どっちだっけ、先に渡すんだったっけ。あれ町に行くんだっけ、どっちだったかな。63行きます。いや違う、あれ、違うな。これ町に戻んのか。あ、待った、使うか、それか違う、道具ほら使う、ダメだ。あれ町に戻んのかな。ここら辺がちょっとよくわからんな、忘れちった。びっくりした、敵だと思った一瞬ちょっとうわっと思ったわ。待って、あれこれどっちだっけ、町に行くのか、あれどっちだろう。ここら辺がちょっとよくわからんくなるよね。あれどこだって思うよね、初見だと結構わかりづらいよねここね、やっぱり。オッケー、入って、あ、いない、あれ誰もいないじゃん、あれいた、いないね、入っていいのか。あ、いた、なんだ、誰だ、え、悪い時に、いや間に合ってよかったという、あーなるほどな、思い出した、ハディドどこ行った、いや分かった、ったばあちゃんが、そっか思い出した、そんなイベントあったな。族長ぐったりと、いやー族長の崩壊、主人はもうダメかもしれません、この間急に倒れてからずっと目を覚まなくて、きっともう主人もあなた方に最後に会えて喜んでいますわ、どうか挨拶してください、あとあの子が戻ってきたりすれば。どこ行ったハーティード、息子、お前どうしたって、息子どっかいいんだっけ、ほいと何を言うか、なんでハディードさんは村のために、砂漠のために、全てのために旅に出られておられる、神の竜ティラノス探しだし、魔物が女王さんもお救いして、てんてんてん、すぐに帰ってくるんじゃ、きっとすぐに、なんか全員喋んなっけな、来た、火事だ、あハディード様来た、分かったのか、あの3人、あの3人何だったの、一体行こう、あの3人何やったんですかあの3人の娘は何だったの、ここら辺ちょっと分かりづらいのちょっとね。ハディとよく戻って、てん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 、でももうこの人はお前たちマリベルの顔笑っちまうねコスプレ感半端ねえ、なぜか妙な胸騒ぎがしてこの村へ戻ってきた、まさか、いや何でもない、父に会いに来たのか、会いに行く父は目を覚ま覚まさんようだ、まだ息があるの、あなた父上、意識は戻ったのか、見てのとおりわしはもうじき死ぬだろう、お客人も遠いところよく来てくださって最後に会えてよかった、父ザラシュトロ、あなたはまだ死ぬべき時ではない、俺はまだティラノスを見つけていない、女王にも会っていない、あなたが族長を務めていればこそ俺は気ままにやっていたんだ、やはり西の理由は見つからんか、もう見せるんだあれを、むそれはその骨を見せてくれまいか、早く早く、なるほど見せます、なんとびっくりだよね、お前が小さい頃よく聞かせてやったあの話を覚えておるか、ナイラの聖なる竜、イニシエより生きる大いなる竜は頭に金色の角を持つ、そのこの腰、あ、骨と同じように、やはりもうティラノスを滅んだのか、ありがとうお役人、そうか、
道理で見つからんわけだ。もうとっくに滅んで。そうか、てんてんてん。次の族長のお前だ。よいな。知事ザラシュトロス。チロノスは見ての通り、女王様のお救いしたい、その気持ちはわしとて同じだが、もはや手立てはない。ならば砂漠の民の血を絶やさぬことが我らの務め。族長となり村の守るのだ。わしの代わりこの村を、よいか、ご認め。あなたは死なない。こんな時に自分の村を見せるのか。偉大なる族長ザラシュトロ、あなたにはまだ役目が。そこ、お前を引き継ぐのが我が息子、頼む。ん、族長を務めし者はその袋をナイラに流し、聖なるな、ん、聖、ん、母なるナイラに帰る。さて、起きて。ナイラもう噛みすぎだろ今日。痛い、痛いんだ、ちょっとごめん。ナイラのものはナイラへ帰る。わしの葬式の時、テラトスの骨もナイラへ。お願いする、ゲボ。あなた、すまない、しばらく席を外してくれ。なんとこんなことになってしまったのか。あ、戻ってきた。なんだ、父は死んだ。下の村の者たちにも知らせねばならん。あったね、そういえばね。あ、来た。さあ、ということでお時間来たので、今回この辺で、終わりにしたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。そして、概要欄からですね、サブチャン飛んでもらって、登録の方もできたらよろしくお願いします。それでは皆さん。